祭りの屋台でたんまり稼いできたっすよ。ガクガク遅い遅いじゃない、心配したんやよ、何かあったのかと思った。苦しいっす、このままだと師匠は自分の不安を自分の手で的中させることになるっす。お師匠って言わないの、母上とか姉上とかもっと愛情のこもった呼び方があるでしょ。ねえ、いやっすよ、僕が兄上の方がいいっす。生意気言って、だったらうちが甘えられるくらい頼れるジェントルマンに成長したらお兄ちゃんって呼んであげてもいいよ。本当っすか。うん、カクカ君には期待してるけど、でもまだまだやね。ぎゅー、苦しいっす。ふむ、カクカ君は孤児院の運営資金を稼いでいたというわけだ。あれ、なんか知らない人がいる。カクカ君、このお坊ちゃま君は誰？純育さん、お師匠みたいな成金と違う正真正銘のお坊ちゃま君っすよ。純子の一族ってこと？うわー、確かにお坊ちゃまっぽい。カクカ君、この方が君の指示する先生なのかい？そうっすよ、孤児だった僕を拾ってくれた恩人であり、学問のお師匠であり、料理の親方であり、ゲームのパートナーでもある、義士祭さんっす。司祭さん、私と商いをしませんか？ん？取引ってこと？はい、私にもこの孤児院に援助をさせてください。本当っすか？嬉しい、お坊ちゃまなんて言うてごめんね、純育君がこんなにいい人やったなんて。いえ、これは善意ではありません。取引ですから交換条件があります。うんうん、援助の対価ってわけっすね。商いらしくなってきたわね、一体何なの？カクカ君を私にください。え？うわー、このお坊ちゃま君、断臭趣味で顔道好きなんだ。違います、正確に難がありますが、カクカ君は神道です。正確に難があることに目をつむり、カクカ君に学問を学ばせたいのです。そのためには純家に住み込んでもらった方が都合がいい。正確に難がありますが、
なんとか直してみせましょう。純家で僕を引き取るってことっすか。ふーん、カクカ君の性格に難があることを知っててそう思うんなら本気っぽいけど。お師匠、純育君の利点が見えないな。退屈な日々を無意に過ごす今の私に必要なのは、同じ水準で共に研鑽できる好敵手なのです。カクカ君は私の終生のライバルになり得る少年です。病を患っていたのですね。うん、昔から。でしたらなおのこと、カクカ君は私に渡すべきです。純家であれば治療することもできます。そうやね、うちが間違ってるね。何言ってるんすか。カクカ君、君がどんなに頭が良くなってもずっとここにはいられないのよ。お師匠、病に倒れた君を心配してる人、義家には一人もいなかったでしょ。お師匠は心配してくれたっす。うち一人じゃどうにもならないわよ。母親が死んでいるうちは義家の中で弱者だもの。父上の財産が欲しい他の家族にとっては邪魔者でしかない。そんなことないっす。それはカクカ君たち孤児院の子供たちも同じこと。いつかどこかに旅立たなくちゃいけないの。でもそれなら純育君の隣が一番幸せだと思うよ。しょさようなら、カクカ君。たどり着いた場所、眠る姫に捧げるその宝とは、僕という生贄の命だ。リボンかけて勇者に渡そう、さよならのキスで目覚めて。目指すは
できましたよ、純優さんの大好きなアッフォガートっす。どうぞ召し上がれ。こいつは行く、食べてみろ。おいしい。行くと書くか。そして俺、三人がチームを組めば呂布に勝てるな。ユウさん、カクカを竜王の宴に出すつもりですか。こいつは普通の高校生です。裏社会の者、ピカロではないのですよ。こいつは義司祭の弟子、十分すぎる理由がある。カクカ、お前の命は俺がもらうぞ。はーい、やったなイレブン。行く、お前は月明星期を抜けろ。新チームを作ると。呂布の目を月明星期に向けておけば俺たちは動きやすい。誰も知らない秘密のチームってわけっすね。かっこいい。この1ヶ月、カコートンには無駄な修練に励んでもらおう。はあ、相変わらず性格が悪い。ねえねえ、チーム名はどうするんすか。そうだな、俺が育てているサボテンにちなんで、ボテさんというのは。やめましょうそれは。いく、猫を放すなど言っておいただろ。ボテさんが噛まれるではないか。すみません。黒猫、あ、シュバルツカッツってのはどうすか。ふむ、私たちはイレブンのチームというわけだね。はい、イレブンのためだったら僕は命なんてちっとも惜しくないっすから。